都市フィリピンヘルソンマンション、この2人によるフィリピンエスペランサ女子フライ級第2位、フィリピンアイドフライ級チャンピオン、ヘルソン。トイグローブフィリピンのヘル、はい、どん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 攻めていってほしいね。そうですね、はい、大阪テーマという話をしていたんですが、はい、ちょっとここはロープを背負っています。西尾です。さあ西尾出ましたが、そうですね、やはり振り回しているっていうのが特徴です。今も振りました。効いてますね。あ、ここでさあ前に出た井上が出た。今日は左で崩していいよというテーマです。左フック効きましたね。あ、回しに来てますよ。今日は打ち抜く右というのそう話していた赤いグローブ。今度は左、はい、さあ左、やっぱあるいはいきなり第一弾クアウトシーンがあるかもしれない。ボディ、これ完璧なんじゃないですか。ここまでの試合が楽しみでしょうがない。そうボディ、ここはアッパーを見せちょう。出します右だ。さらに左から2、うん、ラウンド立ち上がりから井上ペースを掴んで、そしてさあ満州はどういうこの右を合わせます。そして右左、やはりパンチも出せなくなってきますよ。第2位です。圧倒的な藤さん崩して、そして右のボディ、赤コーナーサイド井上サイドは鈴木のサーです。ああ、そう、さあその指示通りのボディ、満州も対応できる攻撃をうまく引き際的確パンチがヒットします。あってですね、しっかり足をってしっかりパンチを打ってますよね、はい、その先ほどから滑るようなフットワークないですよね、うん、非常にいいですね。そんな井上の姿が、マンションは立ち上がれるか。マンション立ち上がります。最後ここで試合を決めに来るか。右、あっと逃げた、それに対して右を返す。さらに左、奪った井上尚弥、左のマンシオもここを打ち返してきます。これがフィリピンの強豪、流れを作って中盤系、そんな自分の理想があるタイトルへの執念を燃やしてくるのか。ここに、あ、ただちょっと川島さん避けたと思ったので、そこはやっぱね、これしっかりガードして、さあただ井上の左のボディ見つめる。今度はマンシオのボディだ。さらに井上が返し、今日テーマに話したその右がきます。今日はそう話していました。ある程度打たしておいて隙を狙って、そこを打ち残りは、あ、ここで上、ここでパンチまとめ。ただマンシオもここはうまくパンを入れ替える。チャンピオン田口の底へです。今日はディフェンスからというのが西岡さんシャフなんで、はい、あのじわりじわね、そうですね、取るか。そのイメージという、ナイスそのイメージ付けた。あ、効いてますね。マンシオは残り時間がほとんどない。すごいやっぱですね。あ、ね、ちょっとそうですよ、とにかく今回世界のその自信をつけたい。右もさまざまな皆さん、はい、トレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね、はい、という話をしています。まずは鈴木アナウンサーです。さあのパターンですね。さあまずはそして、ね、まず一つ井上尚弥左からの右です。ここ大きな舞台で見せています。右ガードも硬いので、追い詰めるというシーンも西岡さんありましたからね、はい、そしてこの中では一つ今回見せられるのは、はい、うちその右のプレー中盤へと入ってきます。の内容によっては次世界と質がランキング2、目の上の傷ですが、はい、だったということで、はい、視界にはまここでさらにもっと上へ攻めたいですよね、果たして出てきたところにうまく右を回す。効いた効いた、井上がさ前に出た、井上の上が前に出る、ロープを背負わせる、連打が続く、井上の出した、もっとまとめた、倒れるまで、さらに右、ね、井上尚弥が出る、ストップ、ストップ、さら